どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マリオットボンボイポイントを先日ね動画解説させていただいたこちらのプリペイドカードのレボリュートカードで購入してみたということで、今回ですねその購入結果をですね皆さんにねシェアしていきたいなというふうに思います。でですね、何を紹介するかっていう話なんですけども、このレボリュートカードはですねクレジットカードからねチャージすることができてですね、でチャージした金額、まあ日本円をですねそのまま中値で米ドルにね交換することができるわけなんですよね。でその交換した米ドルでマリオットボンボイポイントを購入するっていった形になっておりまして、まあ一番重要な部分はですね、日本円をこの中値で米ドルに交換できるということで、こちらのSPG アメックスありますよね、まあ、こちらで決済すると外貨決済手数料がかかりますよね。この外貨決済手数料に関しては SPG アメックスに関わらずですね、クレジットカードで外貨決済をねした場合にかかってくる手数料があるわけなんですけども、アメックスに関してはね 2% ね外貨決済手数料という形でかかるわけなんですけども、レボリュートの場合は中値でね米ドルに交換することができているということですので、外貨決済手数料がねかからないっていった形になるんですよね。ですので今回はですね、こちらのレボリュートカードとですね SPG アメックス、こちらでマリオットボンボイポイントをですね両方とものカードで購入させていただきましたので、その結果をですね皆さんにね紹介していきたいなというふうに思っております。マリオットボンボイのねポイント購入に関しては、先日までね 60% 増量キャンペーンがね行われていたわけなんですけども、そのキャンペーンがね終わって、まあこれでねボーナスポイント終わったかなというふうに思っていたらですね、その 60% のキャンペーンが終わって、今現在は 50% 増量キャンペーンでねキャンペーン切り替わってね延長しているっていった形になってるんですよね。でですね、マリオットボンボイポイントの60% 増量キャンペーンとかね、まあ増量キャンペーンがね年に何回かあるわけなんですけども、購入されている方ね結構いらっしゃると思いますので、ぜひですねこの動画最後まで見ていただいてですね、まあ、どのぐらいお得になるかっていうのをですね見ていただけたらなというふうに思います。今回に関しては結論をね先に言わせていただくとですね、マリオットボンボイポイントだったりヒルトンポイントだったり、この外貨決済手数料がねかかる決済に関してはレボリュートカードで決済した方がお得になります。というのも先ほど言いました通りですね、中値でね米ドルに交換できるというふうになりますので、外貨決済手数料はですねクレジットカードで支払ってしまうとかかるわけなんですけども、レボリュートカードで決済すればですね外貨決済手数料ねかからないっていった形になりますので、もしね年間でマリオットボンボイポイントだったりヒルトンポイントだったりですね外貨決済手数料が伴う決済をされている方はですね、本当に今すぐにでもですねこのレボリュートカードね発行ねお勧めしたいなというふうに思っております。でですね、外貨決済手数料に関してはちょっとね先日の動画でもね紹介させていただいたわけなんですけども、こちら国際ブランドでもちょっと変わってきますし、クレジットカードによってもね変わるっていった形になりますので、ちょっとねこちら表を出しておきますけども、参考程度にね見ていただきたいなというふうに思っております。ビザマスターに関しては 1.6% から 2.2%、 JCB に関しては 1.6% から 2.04%、 アメリカンエクスプレスに関しては 2% っていうふうになっております。でダイナスに関しては 1.3% というふうになっておりまして、こちらのね SPG アメックスもねアメリカンエクスプレスがね発行しているクレジットカードっていうふうになりますんで、外貨決済手数料としては 2% がね上乗せされて請求されるっていった形になっております。それではまずですね、こちらの SPG アメックスクレジットカードでマリオットボンボイポイントをね購入した結果をね見ていきたいなというふうに思っております。でですね、今回購入させていただいたのは 60% ボーナスキャンペーンのねキャンペーン中に購入させていただいて、2000ポイントね購入させていただきました。こちらね2000ポイントで25ドルっていった形になりますんで、こちらね明細出しておきますけども、マリオットバイポイントということで25ドル
ドルの決済に対して2672円の、ね、請求が来ているっていった形になっております。こちらね下の方を見ていっていただくと海外通貨利用金額25ドルというふうになっておりまして、換算レートが 106.88 円というふうになっております。でですね、こちらの換算レートの 106.88 円というのがですね、こちらが外貨決済手数料含まれた金額っていった形になっております。でですね、アメリカエクスプレスのですね為替のレートに関してはですね公表がされてないっていった形になりますんで、いくらでね購入できるみたいなね、そういう予想はねできないっていった形になってるんですよね。ですがベラボーにね高いとかね安いとかそういうわけではなくてですね、為替自体はね値動きがありますよね。そちらのどこかの金額で適用されるっていった形になっているわけなんですよね。でですね、こちらの明細でですね換算レート 106.88 円というふうになっておりますんで、こちらねデータ処理日が11月の26日っていうふうになっておりますよね。で11月の26日のですね為替の価格ですね、こちら初値と終わり値ですね、初値が 104.44 ドル、終わり値が 104.20 ドルというふうになっておりまして、ここのどこかのね金額が拾われて 2% 乗った感じで 106.88 円っていうふうになっているわけなんですよね。まあ仮にね104円だとした場合ですね、 2% 乗っかると 2.08 円がね上乗せされるっていった形になりますんで、まあ大体ね104円のどっかのレートが使われてですね 106.88 円になったっていった形になっているわけなんですよね。でですね、104円の 2% で計算すると 2.08 円というふうになっておりますので、大体ですね 2% がね加算されているのをね確認できるかなっていった形になっております。ですのでまとめるとですね、マリオットボンボイポイントを2000ポイント購入して2672円のね請求が来たっていった形になっております。でですね、換算レートは 106.88 円で決済したっていった形になっております。ですのでまあ当日のですね為替レートがまあ104円っていうふうになりますんで、まあ本当にね 2% ね上乗せされて請求が来てるっていう感じになります。それでは次にねレボリュートカードの方をね見ていきたいなというふうに思っております。今回ですねマリオットボンボイポイントを2000ポイントね購入するためにクレジットカードでね3000円ねチャージさせていただきました。でクレジットカードからですね3000円チャージしたっていうわけなんですけども、これをですねレボリュートのアプリケーションで米ドルにね両替するっていうふうになります。でですね、そちらの明細がねこちらっていう風になるわけなんですけども、ちょっとね文字が小さくてね見づらいかなっていう風に思うわけなんですけども、日本円の3000分がですね28ドル69セントにね両替できたっていった形になっております。でですね、換算レートもねここに記載があるわけなんですけども、1ドル 104.50307 円でね両替できたっていった形になっております。でですね、こちらアプリ内で日本円をね米ドルに交換した状態でですね、もうレボリュートカード内のですね残高は米ドルっていった形になっておりますんで、こちらをねマリオットボンボイポイントの購入する際に決済すればそのままね25ドルきっかりね支払われるっていった形になっております。ですのでレボリュートカードのですね為替レートってね本当にいいことがね分かりますよね。今回ですねこちらの2つのカードでですねマリオットボンボンポイントね2000ポイント購入させていただいたわけなんですけども、かかった費用としてはですねこちらの SPG アメックスに関しては2672円でね購入できたっていった形になっておりまして、レボリュートカードの方ですねこちらね計算したところ2612円でね同じポイント数がね購入できたっていった形になるわけなんですよね。今回ね購入させていただいたのはマリオットボンボイポイントね2000ポイントで25ドル分しかね購入しておりませんので、こちらのね2つのクレジットカードの決済額の差は60円しかね出なかったわけなんですけども、まあ、これがねもし2万ポイントね購入していれば600円のね差が出るっていった形になりますし、仮にお話にはなってしまいますけども、仮にね20万ポイントね購入する場合であればですね6000円のね差が出てくるわけなんですよね。ですのでねかなりねレボリュートカードねおすすめっていった形になるわけなんですよね。またねポイント購入自体はですね最近ね
本当に毎回のように紹介させていただいているわけなんですけども、アメリカのねキャッシュバックサイトですね、トップキャッシュバックをね経由されるだけで基本的に 2.5% のね還元が別にね受けるっていった形になりますんで、さらにねポイント購入自体はですねお得に利用できるっていった形になるわけなんですよね。またですね、決済時のポイントに関してなんですけども、マリオットボンボイポイントのポイント購入に対して SPG アメックスでね決済した場合はですね、普通のねポイント100円につき3ポイントがね付与されるっていった形になっております。でですね、レボリュートカードの場合はどうなるかっていう話なんですけども、レボリュートカードに関してもですね、こちらチャージを行ってプリペイドカードとしてこのレボリュートでね決済するわけなんですけども、チャージする際にですねポイント付与されるっていった形になりますんで、決済手段側のねポイントに関しては、どちらで決済してもですねポイント付与に関しては変わらないっていった形になっております。でですね、レボリュートカードに関してはですね、入会金年会費ね無料で発行できるプリペイドカードというふうになっておりますので、こちらね詳しく知りたいという方はですね、レボリュートカードのね動画別にね出させていただいておりますので、こちらね動画の概要欄にですね URL ね載せておきますので、ぜひねチェックしてみていただきたいなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、こちらのレボリュートカードでですねマリオットボンボイポイントを購入してみたということで紹介ねさせていただいたわけなんですけども、やっぱね外貨決済手数料はねかからないっていうのは本当にね最高まで行っていいのではないのかなっていうふうに思っております。ぜひね保有されてない方はですね、こちらね年会費も入会金もね無料っていった形になりますので、特にね私発行してお金ね全くかかってないので、ぜひね今後外貨決済ねする機会が多い方であればですね、ぜひね発行してみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。